お蕎麦屋さん、市川海老蔵。家族みんなの思い出、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年8月11日にアメブロを更新。海老蔵さんはお蕎麦と題し、真央さんとの思い出詰まったお蕎麦屋さんについて綴った。海老蔵さんはお蕎麦屋さんは各所真央との思い出多いです。これからは二人にとっての私の思い出になるのかなと綴った。ブログ読者からはこれからもたくさん真央さんのことを麗華ちゃんと勸玄君に伝えてあげてください。これからも素敵な思い出作っていってくださいね。愛を感じる思い出の場所があるって幸せだと思います、などのコメントが寄せられている。家族との思い出、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。